はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、感染症予防に役立つ食材のお話なんですけどもね、皆さんはですね、中華丼とかね、まあ、お店によりますけど、天津飯を食べるときにですね、入ってるキクラゲってあるじゃないですか。あれはね、ちゃんと、ね、食べてらっしゃいますでしょうかね。あれ美味しいですよね、ほんまに。でもあのね、食感が嫌いな人もね、中にはいてやるようなんですけどもね、まあ、僕はね、好き派なのでね、まあ、そのような人の気持ちが分かりませんけども、とまあ、そんなキクラゲの話なんですけどもね、まあ、ご存知の方もね、多いと思いますけどもね、実はね、キノコの仲間なんですよ、キクラゲっていうのはね。なのでね、まあ、非常にね、栄養価に優れた食材なんでございます。まあ、なぜならね、ごぼうあれでしょ、ごぼうのね、約3倍ものね、食物繊維がね、豊富に含まれていてね、不溶性、水溶性の両方のね、食物繊維もすごい含まれているんです。まあ、ごぼうもね、それなりに水溶性と不溶性のね、食物繊維がね、豊富に含まれていることはすごい有名な話ですよね。まあ、ごぼうにはね、さまざまな栄養成分が含まれてますけどもね、まあ、最近話題なのはですね、水溶性食物繊維であるね、イヌリンとかね、不溶性食物繊維であるリグニンっていうのがあります。で、イヌリンをね、摂取することでですね、中性脂肪をつけにくくしたりとかね、食後の血糖値の上昇を緩やかにする効果がね、期待できます。で、リグニンはですね、腸内でね、便の量をね、こう増やしてくれてね、蠕動運動っていうね、腸とか胃とかっていうね、ミミズのようにですね、グニュングニュっていうね、運動をするんですよ。これを蠕動運動っていうんですけども、その蠕動運動を促す働きがあるので、便秘解消にも役立つとされています。まあ、このようなね、効果を感じるのはですね、ごぼうをね、夕食前に食べることでね、血糖値の上昇がね、抑えられることが分かっています。で、またね、イヌリンっていうのはですね、腸内細菌層をね、整える働きを持つね、プレバイオティクスとしてのね、働きもあります。プレバイオティクスというのはですね、細菌とか真菌などのね、有益な微生物のね、成長または活動っていうのを誘発する食品中の化合物のことで、まあ、よく聞く言葉で言い換えればですね、生きたまま腸に届きますよということです。ヨーグルトのパッケージに、ね、よく書いてますよね。で、まあ、そんなね、ヨーグルトにもごぼうにもね、豊富に含まれているね、イヌリンっていうのをですね、絶食時間、まあ、何も食べてない時間が長いこと続いた後の朝食にね、摂取するとですね、腸内細菌層に大きく影響を与えてくれて、腸内環境っていうのをですね、改善することが報告されています。腸内環境をね、整える際にですね、水溶性食物繊維だけをね、摂取するのではなくてですね、不溶性食物繊維も合わせて摂ることで、効果が大きくなることも分かっているので、まあ、あとですね、食物繊維が 100g あたりね、水溶性食物繊維が 2-3g、不溶性食物繊維が 3.4g とね、そのバランスよく取れている、含まれているごぼうっていうのはね、まさに腸内環境を整えるのにね、理想的な食材と言えます。水溶性食物繊維はですね、その名の通りね、水溶性なのでね、水分中に流れてしまいますのでね、煮物とかね、汁物にした場合はですね、まあ、水分中に食物繊維が、ね、残っているので、お汁も一緒に飲んでください。で、そしてね、ごぼうにはね、アクがありますけどもね、このアクというのはね、成分は主にポリフェノールなんですよ。で、そのアクに含まれている代表的なポリフェノールであるね、クロロゲン酸類っていうのがあるんですけどもね、これは抗酸化力がね、すごい強いのでね、疲れた体の回復が期待できます。他にもね、アルクチーンっていうのが、まあ、含まれておりましてね、で、これにはね、肝臓がんのね、進行をね、抑制するとね、報告されています。で、そしてね、そんなポリフェノールが一番含まれているのが、ね、なんといってもね、皮なのでね、なるべく皮を剥かずに調理してアク抜きをするときもですね、水の中にね、まあ、長時間放置せずにですね、まあ、3分ぐらいでね、取り出すのが目安です。しかし、そんなごぼうに比べてね、キクラゲにはですね、不溶性食物繊維がとても多いので、成長作用が見込めてですね、急激な血糖値の上昇を抑えてくれるので、夕食向きの食材として知られています。そしてね、欠乏するとね、骨折のリスクがね、 3.2 倍にもね、増えると言われているね、ビタミン D というミネラルなんですけどもね、実はね、キクラゲに含まれているビタミン D はですね、食品の中でもね、トップクラスのね、含有量なんですよ。厚生労働省によりますとですね、ビタミン D のね、摂取量の目標はですね、1日 8.5 マイクログラムなんですけどもね、まあ、今の時代のね、20代40代の摂取量というのはですね、
その目標値の、ね、半分以下となっていてですね、まあ、比較的に多く摂取していると言われている70代以上もですね 6.2 マイクログラムでね、まあ、きちんと取れていません。でビタミン D というのはですね、日光を浴びることによってもね、あの体の中で、ね、作られるんですけどもね、最近ではね、その過度の紫外線対策によってですね、あの日焼け止めとかめっちゃ塗るじゃないですか、日傘もさすしね。でそれによって不足しがちな栄養素としても言われているんです。だからそのためにですね、若い人の骨折とか骨軟化症などね、あとはまあ、あの子供ちゃんたちのね、あのくる病って目の病気なんですけど、それもね増加しています。でさらにね、血液中のビタミン D 濃度がね高い人っていうのはね、がんにかかるリスクがね最大 25% 低下したという報告もあります。でまたね、ビタミン D のね十分に摂取している人はですね、インフルエンザの感染リスクが 42% も低下したといった、ね、研究結果もありますのでね、あのビタミン D はね、がん予防やね免疫機能をね調整するね働きをね助けてくれるとも考えられます。そんなビタミン D というのはですね、油に溶けやすい性質があるのでね、油を使った料理と一緒に食べると吸収力がアップします。中でもね、ビタミン D が含まれているね卵黄ってあるじゃないですか、卵ね、卵の黄身ね、あれと合わせて食べることでさらに、ね、摂取量アップが見込みます。だからね、キクラゲ卵っていう料理はね非常に理にかなったね調理法なんですよ。あの今回のね動画の最初にお話ししました天津飯はですね、まあ、お味噌にもよりますけどもね、あれはねすごくねいい組み合わせですね。そしてね、時間栄養学的にね考えていくとですね、あの朝食べたいタンパク質っていうのはね卵白に多いので、まあ、より夜向きにするならば、あの卵黄のみに使うのもいいと思います。あのキクラゲにはね乾燥キクラゲとね生キクラゲがありますけどもね、まあ、ビタミン D はね日光に当たると増える性質があるのでね、あの天日干しにした乾燥キクラゲの方がね、あの生キクラゲのね10倍もね、あのビタミン D が増えたという報告があります。なのでね、乾燥キクラゲっていうのはですね、水でね約6時間ほどねじっくり戻す方法でね、あの旨味がね流れ出さずに食感の良いプルンプルンのねキクラゲになるのでね、ぜひ試してみてくださいね。まあ感染症予防にもなりますのでね、食物繊維でねしっかりね腸を働かせていきましょう。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。